は麻雀好きが集まる場所、クラブ M。 今夜も男たちが夜の蝶を追い求める。いらっしゃい、いらっしゃい。いやー寒いね。お客さんがなかなか通らないね、この路地は。おっとっとっと、おっ、佐々木様、滝沢様、お久しぶりでございます。ご無沙汰です。先月は本当ありがとうございました。こちらこそ。ねえ、結構はい、お世話になっちゃって。なんか桃が届いたみたい、はい、すごく美味しくいただいて。ですよね、非常に嬉しい。家族だなんて桃をつついて、子供がもう大好きなんで、ね、あ、よかったよかった。なくなってしまって、っっ、はい、ここに1個あげようと思ったんだけど、はい、なくなってしまいました、ね、いやいや、さすがでございます。高級な桃でしたからね、前回はね。惜しかったですね。だ、滝沢様も惜しかったですよね。惜しくなかった。最後ミリの争いで、そうです、そうです、はい、ギリギリ勝つっていうね、はい、失敗したなあれ。まあ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 、でもお二人良かったですね。結果いい思いしたでしょ。僕はね、楽しかったです。楽しかったですけどね、高かったですね。高かったね。いや、もう前回の値段っていうのはギャグですか。ギャグですか。ギャグです。今回はもう絶対そんなことないですから、よかったらクラブ M どうですか。寄りますか、じゃあリベンジ、はいはい、いいですか、はい、いいですか、はい、わかりました、はい、新しい子が入ったの、お二人も。いいですね、ちょっといいですよ、はい、いいでしょ。翔ちゃん、翔ちゃん、お呼びでしょうか。今ちょっとカメラに当たりましたけど大丈夫です。大丈夫ですか。すいません。新しいキャストの子入ったんでしょ。パーフェクトなキャストがお待ちです。パーフェクト、はい、どんな子。まず一人目のキャストなんですが、まずギャルです。うん。そして麻雀も強い A1 リーガーです。うん、いいね、いいね。そして、うん、ほな2人目のキャストなんですが、うんうん、まず G カップグラビアアイドルです。お、そして麻雀の実績の方もありまして、麻雀最強戦2023女たちの殴り合い優勝となっております。おー、いいね、いいね。それではあきらさん、さゆみさん、お願いします。あきらです。さゆみです。おお、2人来ました、来ました。じゃあこっち、こっち、お客様の横に。失礼いたします。失礼いたします。あ、出た、ぼったくりウォーター。いやいやいや、ウェルカムウォーターとおしぼりでございます。ほんとね。じゃあお二人、こちらをね、お渡しましょうね、はい、今回は違うのね。はい、おつまみも。あ、よかった。柿ピーでございます。これ一安心だわ。一安心でしょ。確かお二人は麻雀この前打たれた時は、まあ適度に強かったですけど、ぼちぼちですよ、ね、あれ以来僕売ってないですから。あ、やっぱり、うん、下手の横好きってやつでしょ。はいはいはい、もう全然いいとこなかったし、うん、あ、もうあれ以来打ってないですね、うん、あ、ちなみになんかタイトルは、方位2回。あ、方位2回と滝沢様は僕は多い。あ、多い、多い、多い。ただ、二人もね、実は麻雀強いんだよね。そうなんですよ。まあ、紹介した通りね、こちらのあきらさんの方は A1 リーガーで、まあ、プロクイーンというタイトルも、はいはいはい、こちらのさゆみさんは麻雀最強戦も優勝したてほやほやというところですね、うん、強いんだ。じゃあ強いんです。勝てるわけないじゃないですか。ねえ、そりゃそうです、うん、サラリーマンですから、ね、決めますか。お、どうした、どうした、突然来たね。誰が麻雀一番強いか決めますか。やります、どうします。そう言われたらやるしかない。やりたいと思ってきちゃいますよね、ね、腕試しは。お二人はいいですか、やってます。はい。手積みの卓みたいになってますけど大丈夫ですか。麻雀放浪記の世界だからカメラがこう来る前に、はい、やりますか。じゃやります。ただオーナー、はい、これやるならただ勝ち負けを決めるだけじゃない。まあそうですね、
じゃあちょっとあの面白みを加えるということで1万5000円ぐらいの商品を優勝した人はゲット。前回佐々木様桃を、ね、ね、はい、ゲットしたということ で、はい、で一番ビリの人がその代金を支払うというルールでどうでしょう皆さん。いいんじゃないですか、やりますか。いいすか。急に来るね、はい、やります、どうします、やってみたいですね、やりますか、じゃあ、うん、はいはい、それでは皆さんよろしいですか。クラブ M カップスタート、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 スタート。はい、皆さん、それではルール説明から入りたいと思います。簡単に、トンプー戦10回戦で、2万5000点持ちの3万点返しです。順位点がトップ2万点、2着1万点、3着がマイナス1万点、ラスがマイナス2万点。あと覚えてます、クラブ M 特別ルール知ってますよ、知ってますよ、覚えてます、上がれんでしょ、上がれん、いやいや上がれんだけど、それじゃない、それじゃない、それじゃない、あ違う、そっちは、あ違うの、あのファーストが常に、はい、違反ドラドラになります。え、なんでパーソーなんですか。いや、M だから。M だから。あー、その話もしてた。すごい。面白い。しら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 わかりました。はい。はい。はい、大丈夫です。で、あの、ダブロン、トリプルロンありますんで。はい。あ、そっか、はい、あるのか。あります。はい。OK です。で、親は上がりれんちゃんということで。はい。はい、それでは、はい、対局を開始してください。はい、お願いします。お願いします。始まりましたけど、はい、篠原さん、はい、なんかほぼ僕あんま喋ったことないですよね、篠原さんね、そうですね、ほとんどないですね、喋ったことないですよね、はい、いやなんかちょっと緊張するんだよね。なんだろう、これ優勝者だいたいこの1万5000円分ぐらい相当の商品獲得できるじゃないですか、はい、それのちなみに希望商品って何にしました。もう一択で育てるタオル、はい、え、タオル、はい、もう一番欲しいと思って、まあ、え、何のタオルですか。育てるタオル、へえ、育てたい。タオルを育てるの。そうらしいです、なんか使えば使う、ずっといいみたいな、へえ、らしくて、で、なんかその、やっぱ記念に残るものがいいなと思ったんですよ。あ、優勝した時にね、はい、しかもメンツもちょっと豪華ですね。いや、そうなんですよ、なんかもう私同卓できることがもう幸せというか、楽しみ嬉しいと思って。いやいやいや、でもね、篠田さんもめちゃめちゃこう、まあ、特にあれですよね、麻雀最強戦で勝ったのがやっぱ大きかったじゃないですか。あ、そうですね、本当になんかすごく運が良かったですね。いやいやいや、運良かった、ね、僕その時解説だったんですよね、ちょうど。そうですね、すごかった、あの時に少しお話しさせていただいて、はい、本当にちょっとだから な, なんか、ね、そうなんですね、すれ違ったぐらいな、そうね、感じですよね、はい、草もともとこういう そういう店、そうなんね、すごい高いところで、え、やってたんですか。そうなんですよね、うん、だから似合うんですよ。え、マジ。あ、そうなん、何やるすごい、もあのお酒を出すの人ですよね、うん、そう、貫禄がやっぱすごいですよね、へえ、本物来た、そう、あ、本物、はい、確かにしっくりくる。夜食ってやつ、いわゆる夜食って、うん、いろいろあるの、いろいろありますけどね、なぜか、うんうん、なんか青木さんがパン屋でいいシャンテンですかね、はい、お仕事のスタイル的に私は一言も喋らないキャストやってました。伊沢さんもいいシャンテン、みんないいですね。それでお客さんつくの。あの、はい、お客さん耐えられないんですよ、うん、沈黙に。でお客さんが喋ってくれる。そうそう、なんだそれ。で喋らすと、うん、あ、俺喋らしたあいつは。あ、なるほどね。そっち系。そう、すげえ。え、喋ってくれたよこの間とかって。すごいっすね、そんなキャラ付けあるんだ。そういうね、楽ちんでいい。それ自分で考えたの。考えました。楽だな、はい、さあドラパーマン、これ笑っただけで喜ばれる。あー、リチいましたね、笑った、
不良がおばあちゃん助けるとチドラドラからとか5倍ぐらいポイントが上がるんですよね、はい、そうですねパーマントスーソマチあそうなんすねじゃあお酒強いんですねお酒は一滴も飲めませんえそれがすごいよね、うん、そうなんですよ一番飲みそうなのにえ、うん、それでその場は平気なんですかお酒はヘルプの子が飲みますあそう代わりにで自分はウーロン茶なの私はなんかゴディバチョコミルクとかいう謎のリキュールを、うん、そうカルアミルクのお酒内版みたいなおちしてテンパイなんか会話もスムーズなんだよなちょっとあんまこれにあの負けないようにしてくださいねなんかもうみんななんか会話めっちゃしまくって余裕っぽい感じでやってるんでそうですね、うん、さあ和久さんもテンパイ感知そうと滝田さんパーマンスーソーやっちやっち久渡さんはもうちょっとリミリですかねローキンけど怪しいけどねあのそうですねこれはどうなんだろうかおお和久さんは全部押しそう、ね、行きそうですよねこれは知らないとその漫画だし開局ですよ開局、うんうん、そうですねおチーしてテンパイ取ってこれドラ短期これでも8000ありますからねパーソーがドラなんで、ね、さあどうだパーマンが、うん、あと1枚山にそう山にいるんですよす、ね、これの引き合いどちらがただね感知層がね山にないんだよなこれは阿久津さんの町山にやし考えなくていいですなるほどあ思い出した覚えてましたみんなパーソーの話あパーマンはいパーマンを引いたら完全に忘れてましたなんだろうえなんかもうさすがにこの順目だといかないかもしれないですよね今引いちゃったらですよねはい順目がね確かにもうないからチームはノーチャンスですけどそうそうでも自分からは自分から確かに裏表示が全部見えてるねパーマンションパイですもんねそうなんですよちょっと聞きにくいですよねうわー上がれずこれ2曲かな上がりれんじゃんね上がれん入局佐々木さん一人脳天こうなっちゃうねあるあるおーなるほど、うん、なるほどさあ、はい、おきさんんおきは靴滝沢の3人先輩確かにそうですね、はい、そうなっちゃう、はい、なっちゃうそうなっちゃうなるほどそっかリーパイねあーなんか赤割りでパーソーもドラでってなると打点が高いくなりますそうなんですよね今なんかもう全員高かったっすもんね今全員高いと思ったけど、まあ、そもそものドラの数が多いんだなっていう確かに上下が気持ち悪い人いるじゃないですかうん僕はそっち派なんですけど私もね気持ちは悪いんですけど絶対嫌だ俺それよりも、うん、後半暇なんですよみんなが遅いからあ後半やることないからね、うんうん、いつもねピンズとかねソーズの上下まで揃えてんの暇だからいますよねそういう人ね暇なんソーズとピンズの上下ねやる人ねいるいるただワンズなんとっくに綺麗になってるから、うん、次何やろうかなみたいなあじゃあリーグ戦でワクスさんが例えば3ピンとかをくるってやったらあなるほど暇なんだって思えばいいんだうあこうやってさ向きとか見てんだよ真ん中のねお花の向きが逆さだからあこれ逆さかとかってやってる時は遅えなって思ってるそういうことか知らない人いますよねピンズとソーズの上下あ いるかも、うん、分かんない人、うん、あるんですかとか言われてソーズは分かりやすいけど、うん、ピンズは分かりづらいですよね、まあ、ピンズは種類によっては向きがないのもあるから最近のこの子たちは絶対あるからねよく見たらねパーピンもあんのかな あるなパーピンなんかめちゃくちゃありますよマジ、うん、どっちが上ほんとねお花のね上が1個が上ですね多分1個が上2個になってるのが下に分かれてない方が上ね両足いっちゃってるんで想像の形いいですけど古川さんとかそれ分かってましたかね古川さん見えてるかどうかやしすごい皆さん会話しながらスムーズに言っていてね縦になってる、横になってる、なんですよ。もう仕事だと思ってないんですよ遊びだと思ってるんで全員が、はい、そうなんですね遊びに来たと思ってそう
そういう感じ。もう沖さんはもうなんか外に降りてる感じですかね、うん、そうですね。あ、マクさんイシャンテンド、これはテンパイ、あーリーチいきましたね、チー。さあこれチーして、うん、テンパイですか。さきさんもテンパイ、うん、うわーここもテンパイだ。わーまた、すごい一気に。バチバチですね。バチバチすぎ。沖さんはもう降りる準備できてたんで、はい、行って6。いやーパーマは1300ションパイで、いいね、佐々木さんが1000作りましたね。これがいいんすよ。そういうことかメッセージだったんですけどね、滝沢さんに。すごいね、今のね、よく行きましたね。さあトン3曲で親が滝沢、はい、さあトンチュントイツ、すぐ街がパスそうになっちゃう、やだもう意図してないのに、すぐパスそう、カンパスそうとかになっちゃうの。自然ですよそれは。自然そっか、うん、そんなつもりないのに、ね、自然に抜けるときは抜けちゃうんでね。うん、ロフさん出身こっちですか。僕ですか、うん、僕滋賀っす。滋賀、うん、一応関西圏です。取り打ちしないですか。取り打ちは10代の頃やってました。滝沢さんもなんか相当が多くて、そうですね、はい、イーソーとチーピンでしょ。そう、イーソーが8枚入ってるやつ。それは知らないです。方天候ずっとやってたんで、まあ、両面2つと3面茶の分残るみたいな感じですかね。なるほど、ね、いやもういいですね。イーソーが8枚、うんうん、鎮逸もあるかなっていう感じですかね、うんうん、これ急走は泣かない。イーソーのシャンポンで待てる。ああこれで急走で単位やか。待ったらどうなの。ドライーソー、うん、イーソーはなんか篠原さん好きな役とかってあるんですか。ああ、一発チーピンだ。え、一発好きなの。はい、一発が好き。じゃあもうとにかくリーチ打たないと一発ないんで。そうですね、リーチ打って、はい、そうです。もう一番気持ちいいじゃないですか。もう気持ちいい。一発は出るのがいいのか積もるのがいいのか。積もるのがいいです。あ、積もるのがいい。一発で積もりたいです。なんかでも相手からロンするの好きっていう人もいるじゃないですか、やっぱり。あ、いますね、うん、なんか私も結構そのなんだろうな、例えば皮作ってなんか出た時とか嬉しいとかもあったんですけど、うんうん、今も基本はツモで考えてます。やっぱ自分で持ってくるのが一番いいですよね。そうですね、まあ、高いし。そうですね、頑張らないといいな。道徳者がやっぱね、うん、今日みたいなすごい方だったこと。ロンダー3900。そんなに、うん、トンチュンドライチで沖さんが3900のいい。早いね、オーラスですよ。もう早すぎて、オーラス、オーラス、これもオーラス。早いですね。早いよね。ちなみに白鳥さんは好きな役は何ですか。僕、はい、なんだろう好きな役好きな役っすよね。はい、いやでもやっぱリーチかな。あ、なんかいつもちょこちょこ、はい、うんうん、泣いて動いてなんかちょろちょろ上がってるんですけど、でもやっぱなんか自分が勝ってる対局見返すと、やっぱリーチ打ってる時だなみたいな、リーチ打って高い手上がってる時がやっぱ勝ちやすいですよね。まあそうですよね、当たり前なんですけど。そう、当たり前なんですけど。そうですよね、リーチ打てる手来ないかなと思って。確かに面前でね手が進められたら一番いいですよね。そう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 。お、沖さんいいですね。ただ現状、はい、今沖さんがトップ目なんですけど、はい、29,900点なん で全員2万点台なんですよ。なるほど。なんでもう誰にでもチャンスありと。ありますね、はい、トップのチャンスもあるけど、でも点数が近いんでみんな2着確保しに来るかもしれないですよね。これは長いですしね。そうなんですよ、戦いは。あ、来た、ひさちゃん。ひさちゃんって言っちゃった。ひさちゃん、これイーシャンテンボーイさんが。そうなんです、ひさちゃん。ひさちゃん、佐藤さんはね5200でもうまくれるんで、はい、これリーチって上がればリーチ3、4ドラ1だから、どっから上がってもトップに一応なるけど、うん、どうするかなって感じですか。滝沢さんが珍しく遠い仕掛けしてますけど、
あ、はい、そっかそっか。違う、久里さんラスオヤなのか。久里さん珍しいね。あ、そうですね、今久里さん、はい、わー、来た、これは嬉しいぞ。気が抜けてる、気が抜けてる、はい、久里さんもリャメンリャメンの衣装持ってこようと思って忘れちゃったんですよね。高い、なんかもう忘れたの。間違えたんですよ。あ、間違えた、はい、舐めてるってことでしょ。舐めてないです、この番組。あ、来た、舐めてる、舐めてないです。お店でしょ。あ、お店を舐めてる。そうそう、舐めてないです。すごい、お店を舐めてるか。舐められてますよ。ジャケット取り違えて、うん、作業着じゃん。あ、はい、一番のただの鉄工所の先輩作業着みたいな。ねえ、これは仕事帰りってことで教えてほしいな。教えてほしいですよねこういう時本当に教えてほしい。ただ枠津さんも大チャンスだから。あ、そうですね。これ一気にね、枠津さん今ラスト目なんですけどトップまでありますね。漫画積もるとね、もうトップなんで。はいはいはい、確かに。ってなるとまあ押しそうですね。そうそうそう、うんうん、もうでも全然あるよな。スチマンもバニ2枚出てて、あー、ただ4山なんだ。あ、このスチーマン上がられるときついけど、他の人はどうだ。そうですね、滝沢さんは使えますね。使えますね、はい。ただ和久さんや沖さんに行ったときに、あの使えないね。ですね、使えない。これは打っちゃうもんね。打っちゃいますね。あ、無駄な緊張感あるな。トンプー戦だからだな、これ。緊張感ある。しかもみんなが2万点台、うん、あんまりないパターンですね。沖さん打ったらこれトップからラストまであるな。あー、セーフ。今は大丈夫自腹すからね。あの罰ゲームは、あ、はい、キャストでも自腹っすよ、お金。ガチの、あ、まさか、うん、あのガチの話をしてますね。ガチの話してる。そう、 うわーが自腹ですからね。からのこのチームは止まりようがないんじゃないか。それは、いや、これ止まりようがないでしょ。え、考えてんのすごいね。すごいですね。なんで考えてんの。すごいんだけど。すごくない。すごくない。しました。すごくない。すごいです。え、マジすごくない。自腹ですからね、からのね。え、すごいよね。いや、マジですごいです。え、すごいです。え、マジですごくないですか。すごいよね、すごいすごい、マジですごい。滝沢さん、やっぱ順目的にはもうきついと思ったんですかね。滝沢さんもやっぱり、あ、滝沢さんの現物ってんですよね、急速とチーピンって。なるほどね。久里さんに闇手が入ってるというよりは滝沢さんをケア、まあ、滝沢さんもケアしたんだと思うけど、でもすごいね。いや、すごいです。とりあえず通ってないですもんね、場に。あ、来た、あ、黙ってんだ。おお、そして、うわ、竹田さんどうする。これ竹田さん漫画に受けると、はい、どっから出てもトップ。あ、でも、うん、無難に両面に取りましたね、これは。うわあ、4000を。いや、でもすごい。いや、沖さんでも気持ちいいでしょこれ、止まってるから。いや、確かにね、確かに見て。うわ、ダメか、俺数金だな。スーピンなんだけど、これで投了。すごいな、こんな話しながら終了、はい、ラスト優勝会社会社じゃない。はい、お疲れ様でした、はい、いや、皆さん、うん、いや、なんかサクサク打って会話もしながら、はい、ただ最後はきっちり、ね、いい麻雀しよう。はい、佐々木さんがね、4000割引いて、うん、トップで終わったんですけど、はい、これいや、ちょっと沖さん、はい、めちゃくちゃファインプレー出ましたね今。僕天保何段だと思ってんですか。いやいやいや、スチーマン透けてますよ。え、すごくないですか。スチーマン切らないです。ちなみになんで降りたんですか。滝沢さんが天杯の可能性があるのと、はい、久里にあのダマが入ってる可能性があるのと、うん、あ、そうっすね。これすごいですね。え、めちゃくちゃのファインプレーだと思ったんですけど、だってもう両面両面の印象でしたよね。そうですね、いかないですね。すごい、まあ、点数的にいかなくてもトップだったんで上がれん。なるほどなるほど、うん、流局してしまえば。そうそうそう、そういうことです、そういうことです。なるほどなるほど。別にそんなこんなん誰でもできますよ。ああ、え、誰でもできますよ、ね、そんな翔さん。すごい、うん、ただね、最後きっちり瀬戸さんが積もって1回戦トップと連覇目指してるからね
クラブ M クラブ M のクラブ M の連覇を目指してると乗せてくれる経歴に乗せてくれる方位連覇クラブ M カップ連覇最強のお客さんがすごいですね。はい、はい、というわけで1回戦、はい、佐々木さんのトップで終了となりました。ありがとうございました。おめでとうございます。どうですか、うちのキャストは、うん、新人ちゃんはいいですね。いいねいいですか、うん、いいねって言ってりゃいいと思うんじゃねえの、うん、収支管理アプリ Pマネー登場。 Pマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。